い、それでは12月21日の3問に入ります。不法行為が A と B の過失による共同不法行為で C に損害を与えた場合、A と B の過失の割合が3対7の時でも、C は A に対して損害の全額について賠償を請求することができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは丸ですね。共同不法行為によって他人に損害を与えたときは、その全額について共同不法行為者はそれぞれ連帯して賠償責任を負います。つまり、被害者 C っていうのは、A に対しても B に対しても全額賠償請求できるんですね。まあ、これは連帯債務の基本事項なので、まあ、解けるようにしておきましょう。そしてこの解説を聞いて、あれ?ちょっと疑問に思った方もいると思うんですよ。その疑問についてはすいません、個別指導で解説する流れになりますので、その点ご了承いただければと思います。で、問いにですね、宅地建物取引士の登録を受けている者が本籍を変更した場合、遅滞なく登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない、丸か×かという問題です。答えは丸ですね。本籍を変更した場合っていうのは、変更の登録申請が必要になってきます。この取引士の本籍は、取引士資格登録簿の搭載事項なんですね。なので変更があったら、遅滞なく変更の登録申請をしなければならないということです。で、資格登録簿の内容については、こちら3つですね。これ覚えておきましょう。住所、氏名と本籍と勤務先の宅建業者の、まあ、称号だったり名称ですね。まあ、こういったところはちゃんと頭に入れておいてください。そして個別指導ではさらに関連ポイントもお伝えをして、理解学習を実践できるようにしています。来年の宅建合格を目指している方は私と一緒に勉強しましょう。で、問3ですね。相続により農地を取得する場合、農地法3条1項の許可を要しないが、相続人に該当しないものに対する特定遺贈により農地を取得する場合も、同項の許可を受ける必要はない、丸か×かという問題です。答えはこれ×ですね。前半部分は正しいんですけど、後半部分が誤りです。相続とか包括遺贈、相続人に対する特定遺贈、これによって農地を取得する場合っていうのは3条許可不要です。一方で今回の問題は相続人以外のものへの特定遺贈なんですね。これは例外ではなくて原則通り3条許可が必要になってきます。この上記っていうのはこれ例外なんですね。一方で相続人以外のものへの特定遺贈っていうのは例外に該当しないため、原則通り3条許可が必要だということになります。で、このあたりも理解してほしい部分なんですね。なので個別指導では細かく解説いたします。しっかり理解学習を実践できれば実力上がりますので、理解学習を実践していきましょう。そしてもし今年勉強して今年の試験、受からなかったっていう方は、理解学習ができていない可能性があります。なので、この動画が終わった後に別途動画をご用意させていただいておりますので、そちらご確認いただければと思います。こちらの真ん中にその動画の画像を貼っておきますので、こちらクリックしていただければその動画をご覧いただけます。来年の合格目指して頑張っていきましょう。